終わりだ。食らいなさい。燃えてきた。お前たちには世話になり同士だな。何か褒美を授けようと思うが、願いはあるか？ここに来た黒い服のやつが何を言ったのか教えてください。それが願いとな。はい。この国には流脈と呼ばれる力の流れがある。流脈は大地と人に力を与え、さまざまな恵みの源となっているのだ。その我らの流脈が悪しき者たちの仕業でハートレスとかいう怪物になってしまった。あの若者は軍備を整え用心せよと私に警告するつもりだったらしい。つもり？そのつもりだったが、事情が変わったと言っておった。ドタバタ三人組が来たようだから任せておけば安心だとな。やっぱりリクだったんだ。どうしてリクは十三機関なのかな。そんなこといいんだ。リクが元気だってことが分かったんだ。だからいいんだ。あ、そうだわ。さて、ムーラ、お前の願いは？シャン隊長に、その…はっきり言いなさい。シャン隊長に休暇を与えください。なんとまあ、欲のない者たちだ。しかし、休暇は認め。シャンが休んだら誰が私を守るのだ。その代わりにムーラは、お前を私の側近にしようではないか。え？二人で私の力になってくれ。無理にとは言わんが。ありがとうございます、陛下。